続いては小川リポーターです。全身の筋肉が徐々に衰えていく難病と戦う小学校教師がいます。合唱部の顧問を務める先生が全国大会への切符をかけ子どもたちと歩む姿に密着しました。笑顔で指揮をする男性。北九州市の小学校で合唱部の顧問を務める竹永亮太先生です。合唱になんかこう自分のその時間を使おうかなっていうのは決めて。筋肉が徐々に衰えていく難病と診断されて7年、進行する病気と戦いながら子どもたちの前に立ち続けています。北九州市小倉北区の日明かり小学校、合唱部には3年生から6年生の28人が所属しています。先生より可愛くないって絶対見てもらえない、はい、先生に負けて。おじさんに負けたら悔しいでしょ、可愛さが。練習では竹永先生を中心に子どもたちの明るい声が響きます。最初はなんかやりたくなくなったりするけど、先生とかがいたら明るくなって歌いたくなる。先生がいるからこそなんか合唱が楽しくなるし、もしやめたらってことを考えると寂しくなるぐらい、あの竹永先生が大切な存在なんだ。子どもたちから慕われる竹永先生が難病と診断されたのは今から7年前、28歳の時でした。けど2018年の1月ぐらいに遺伝子検査を2年前ぐらいに受けてたのがちょうど帰ってきて、その結果その遺伝子に異常がありということで、これからまあそういう症状が出てくるかもしれない。先生が戦っている病気は ALS 筋萎縮性側索硬化症。筋肉を動かし運動を司る神経が侵され、手足をはじめ呼吸に必要な筋肉も衰えていく病気です。祖父が闘病している姿も見てきたし、母も今現在病気で今生活してるんですけど、その姿をずっとちっちゃい時からこう見てたので、自分もいつかなるのかなみたいな、ちょっとしたなんかこう、まあ、覚悟じゃないけど、そういうのは常にこうずっとあったような感じだったんですけど。先生は ALS 患者のうち1割を占めるとされる家族性 ALS と診断されています。で今年やっぱりよく、まあ、転ぶことがちょっと多くなりましたね。なんかちょっとちょっとした段差でつまずいたり、ズボンが破けて血が出るぐらいですね、なんか転んじゃったりとか。症状は徐々に進行し、左足のみに出ていた症状が右足にも見え始めていました。その竹永先生を一番近くで支えているのは妻の美代さんです。なんか進行が進んでいくとどうやって、まあ、介護とかしていけばいいのかはあまり想像ができてないので、あと壁にぶつかることはあると思うんですけど、ご両親とかも介護の経験されていらっしゃるので、相談しながらと頑張っていけたらいいなとは思ってます。難病と戦う竹永先生、この秋合唱部の部員たちと目指すのは全国大会出場です。今年の、まあ、課題は心がこう一つにならないというかですね、こう気持ちがなかなかこう入りきらない時があるんですけど、部員の半数は6年生、一人一人の力量は十分な一方で、全体で揃えるという意識が薄くなる場面もあるといいます。でしょ、練習もしないし好き勝手歌いたいはさ、違うくらいちょっとわがまますぎやん。あれそれでみんなが一生懸命作ってきたものをさ壊していいよ。一生懸命頑張った人がさ嫌な思いすることやめてくれんかい。
せめてそれだけちゃんとして。わかった。厳しく指導する竹永先生。去年おととしと全国大会で金賞を受賞した合唱部ですが、今年8月に行われた大会では九州予選で敗退。子どもたちは自信を失っていました。もっと高くなる。逆にこう気持ちが入った時は本当にこうものすごい力を発揮するので、なんかこう一か八かの逆に今年はこう年だなみたいな。全国への切符をかけた九州大会は宮崎市で行われました。3年連続金賞を取りたい。世界一楽しく明るく心を込めて歌えたらいいなって思います。やっぱりまだ子どもたちもこう不安なところとか あるみたいですけど、もう胸を張って堂々と歌ってほしいなと思いますね。北九州市立日当たり小学校合唱コンパニー。空は天の野原の原、天の野原の原に隠し寂しい虹をかけよう。眩しい膝が折れて倒れるんじゃないかなっていうのがずっと後半続いてて、もうそのたんびに子どもたちが笑顔でこう一生懸命立ってくれてたので、何度も何度も足に力をこう入れ直したとかですね、最後まで何とか立って指揮をすることができました。子どもたちの素晴らしいハーモニーがステージ上の竹永先生を支え続けました。そして迎えた結果発表の時。13番福岡県北九州市立日当たり小学校合唱カンパニーゴールド金賞。結果は見事金賞。出場した29校中8校のみに与えられる全国大会への切符を手にしました。おめでとう。嬉しい。やっぱ竹永先生を全国大会に連れてってあげるのが嬉しい。さっきのとまた全国でも金賞を取れたらいいなって思います。一番特等席で、あの人たちの一番近いところで、あの笑顔と歌を聴きながらですね、本当に幸せだなと思いながら仕事をやってました。全国大会出場を決めた日当たり小合唱部。竹永先生と子どもたちが共に作るハーモニーが九州から全国へと広がっていきます。日当たり小合唱部見事全国大会出場を決めました。実は九州大会当日は竹永先生35歳の誕生日だったということで、最高の誕生日プレゼントになったと話していました。荻原さん、どのようにご覧になりましたか。いや本当に自分の時間を合唱に使うんだっていう先生の気持ちと、あとそれにしっかり応える子どもたち、でこれね、本当に子どもたちにとってはもう宝石のような時間で、こういう時間を過ごした子どもたち
たち、うん、将来ね本当に一人一人がしっかり生きていくんだと思いますね、うん、そうですね。本当に取材中も子どもたちが先生に気をつけてと声をかけたり、荷物を持ったりとさりげなく先生を支えている姿が印象に残っています。川崎さん、難病と戦いながらも子どもたちと共に歩む竹永先生の姿、子どもたちの人を思いやる心にもいい影響を与えていると思いますが、どのように感じますか？ALS という体がどんどん動かなくなる難病と向き合うことって、多分我々が想像できない暗闇にいるような感覚だと思うんですよ。でもびっくりしたのが、生徒たちは先生がいたら明るくなるって言ってて、むしろ周りを明るく照らしてるっていうことですよね。これはなかなかできることじゃないと思ってて、生徒たちも絶対その先生の姿はずっと見てると思いますね。合唱の全国大会は来月開かれる予定で、ホームページ上には日明かり小学校合唱部の活動を応援するサイトも立ち上がっています。先生と子どもたちの活躍に期待です。